はい、こんにちは。ボーンズ整体本郷針灸接骨院の田内です。今日も動画をご覧くださりありがとうございます。今日はですね、特別動画で公園から、動画を撮らせていただいてます。で、この私がですね、子ども指導エキスパートということで今日はお伝えしていきたいと思うんですけれども、まあ、まず子どもエキスパートって子ども指導エキスパートって何かっていうと、あの鹿児島の中鶴先生という先生にですね、指示させていただいて、発達障害の子どもたちのですね、運動指導を通じて、体の能力を発達させたり社会性を身につけたりということを、引き出す、手法でございます。そういったことをですね、学びながら、子どもの指導に当たってたりもするんですけれども、今日はですね、まあ、日常の子どもの遊びのですね、お子さんのサポートの仕方っていうのをですね、伝えていけたらなと思ってます。すごく大事なことですし、皆さん親御さんもですね、日常で使える内容になってますので、そういったことをお伝えしていきたいと思います。で、今ですね、何をしてるかっていうと、あの階段を登ってます。で、階段すごい好きな時期とかありますよね。あの ひたすらやたら階段を登りたがる、時期とかもあると思うんですけれども、あの今ちょっとですね、斜めに登ってるんですが、この時に、お父さんお母さんがですね、どうやってサポートしてあげるか、子供をどうやって支えてあげるかっていうことで、ちょっとですね、一つの手法をお伝えしていきたいと思います。子供さんってですね、小さい時にやっぱりこうやってあの手を握って、登りたがったりもするんですよね。なかなかこう不安定な時って、まあ外から見ててもですね、やっぱり転んじゃうんじゃないかとか落ちないかとかすごく心配になるんですけれども、実は、まあ、初めのうちこの手を握ってこうやって登っていったらですね、だんだんですね、子どもの登る能力っていうのは発達してきます。そうした時に、じゃあこの手を握るっていうのは今度逆にですね、不安定性を増してしまうんですね。大人の方でもやってもらうと分かるんですけれども、手を両手ですね、握ったまま階段を登るってすごく怖いです。じゃあどうしたらいいかっていうと、ちょっと離してですね、こうやって脇の下に手を添える。まあ、いつか何かバランスを崩した時にスッとこう、支えられるぐらいのところに手を添えてあげるんですね。で、この状態で登っていくのをサポートしてあげる。もうこれだけですね。ぐっと。登れなかったらちょこっとだけ支えてあげる。登れなかったらこうやって自分で手をついてですね、登っていけるのであればそれでいいです。登れなかったらサポートしてあげる。はい、登れなかったらサポートしてあげる。はい、こういった感じでですね、登らせてあげると、あの子供さんがですね、自分でバランスを取りながら、登っていく能力っていうのは鍛えられますし、何かあった時にすぐにパッと手が出る状態で、手を万歳した状態で階段登るとか、何か不安定なところを行くっていうのはすごくですね、怖いんですよね。大人同士でもやってみると分かると思うんですけれども、手を上げた状態で、歩いていくっていうのは実はすごくバランスが崩れた状態になります。あと何かグッとこう、転びそうになった時に手をグッと引き上げてしまう。これはですね、実は腕の神経の根元を引き抜いてしまう、引き抜き損傷といって、腕の神経をですね、子供のうちにブチッとこう切ってしまう恐れもあったりするので、これはですね、実はあまりいいサポートの仕方ではないので、ぜひですね、気をつけてもらいたいと思います。本当にガタッとこう転んじゃう時とか踏み外しちゃう時ってありますよね。その時にグッとこう腕で引き上げてしまうと、これ本当に肩を強く傷つけてしまいますので、本当に気をつけてください。まあ、そういったことも、予防しながら、子供さんの安全を守りながら運動を引き出してあげるっていうことで、脇の下に少し、手を添えながらやっていくっていうのは非常に有効な、まあ、サポートの一つでありますので、ぜひ、覚えておいていただけるといいかなと思います。はい、ということで今日は階段とかですね、まあ不安定なところのサポートの仕方ということで、お父さんお母さんにも、ぜひ使っていただけたらなと思いますので、お伝えさせていただきました。はい、では今日は、最後までですね、動画をご覧くださり本当にありがとうございました。ご質問ご意見等ありましたら、ぜひコメント欄に残してください。はい、じゃあ今日はこれでおしまいにしたいと思います。